花見雄二の昭和カプセル。今日は12月の5日火曜日、はいはい、お昼になりました、はい、昭和カプセルの時間です。はい、はい、お相手は私、金見雄二と、はい、司令でお届けします。はい、はい、もう司令さんとしては今日デビューですね。今日デビューですね、実はね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もう12月、今年もあと残すと1ヶ月なんですけども、はい、窓の外がもう紅葉。そうなんです、すごいね、今見たらもう黄色気温ですよね、これね。でも紅葉ってもっと早い時期だった気が。確かに、ちょうどここからあの、鳥越神社がね、はい、見えるんですけども、まあ、神社の紅葉がすごい、はい、すごく綺麗。はい、もう今年1年振り返ってみて振り返ってみて、うん、どうですか、かなめさんは。いや、ついこの間、うん、年明けたかな。そう、あの1月最初の番組もここであのゲストの方迎えて、はい、なんか ここで一杯やった気がするんです。あ、いいですね、うん、日本酒、日本酒、日本酒を一杯やった気がするんだけど、うん、ついこの間のような、はい、ね、ということで、はい、まあ、そのまずあの番組の方を、はい、の、はい、お便りに関して、はい、はい、アズーリ FM では、X へのコメントお待ちしております。あとファックスでも、ファックス0358294815でもあの受け付けておりますので、何か質問がありましたらよろしくお願いします。ファックスで来たことがあったかしら。ファックスね、今どうなんでしょうね、はい、まあ使ってないよね、うん、使ってない。あ、まあ、でも使う人もいるから、うん、まあね、ぜひ、はい、ぜひメッセージ、はい、ということで、どしどし、はい、で実は今日あのメッセージが、はい、あの生放送中に送れないからって事前にあのメッセージが届いてるんですよね。はい、そうなんですね。はい、じゃあそちらの紹介から今日は始めます。はい、はい、じゃあこちらを、はい、はい、そうですね、はい、東京都の、川瀬由紀子さん、司令さん、かなめさん、12月9日のライブに一緒に出演する川瀬由紀子です。昭和は私にとって懐かしい時代です。そんな昭和カプセルは素敵な番組ですね。昭和は音楽番組が多く、あと10年早く生まれていればと時々思います。昭和の音楽、平成、令和の音楽、どの世代も素敵な音楽ですが、詩を大切に情緒があるのは昭和かな。令和は自分の言霊を吐いている歌詞が多いような気がします、というメッセージでした。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの、オクティブと川瀬由紀子さんって、はい、多分この番組に、数年前に1回出てもらったというか、こう進行役みたいな感じで出てもらったことがあるんですけども、はい、今回一緒にちょっとライブがあるので、はい、せっかくなのでちょっとそのライブの、ね、そうですね、告知から始めたいと思います。はい、はい、もう映ってますね、はい、はい、ドラミバラエティ、ボリューム12、KCD58& クリスマスライブ2023年。なんか謎のね、謎のありますけども、はい、もうボリューム12っていうか、あの毎年12月にやってるイベントなので12年目ってことですか。12年目ってことなんですか。おお、すごい続いてますね。ねえ、それの、出演者の中に、先ほどの川瀬由紀子さん、あと要さんと、私、司令も入っております。はい、はい、結構ね、あのバラエティっていうだけあって、あの歌い手さんあり、はい、なんかあとモノマネ芸人の方、あと漫談の方とか、はい、いろいろあの初角屋なんとかさんとこういろいろ書いてあるのか、何人かいらっしゃるな、はい、あの初角屋千歳さんのね、はい、あの一門の、はい、芸人さんですよね、はい、亀ひろしさんとかね、あ、はい、ね、モノマネね、はい、まあ、こちらの方はね、はい、12月の9日、はい、土曜日ですね、もう、今週の土曜日ですよ、今週末、はい、土曜日です、はい、準備できてます準備してます、はい、かなめさんも準備、準備って言っても なんか歌いって言われてすごい楽しみです、初めて聞くかも、ね、どうしようかしらね、うん、なんか
なんか歌うらしいですよ、はい、楽しみにしてます。はい、はい、それともう一個告知があります。これは、はい、僕がね12月14日にイベントで、はい、みんなの文化祭という、これもなんか定期的にやってるイベントなんですけれども、僕は前回から参加して今回、2回目で出るんですけれども、はい、朗読をやります。お、まあ、今定期的に朗読、はい、イベント、はい、朗読ナイトっていうのを、はい、ここしばらく秋からずっとやってるんですけども、はい、これはちょっと外部出演ということで、はい、ここでもその朗読ナイトでペアでやっている、いつもこの番組でこういつもこの辺に座ってる指導ゆりさん、はい、と、一緒に朗読をやります、はい。こちらはティアラ高等という高等区のね、はい、ホールで、やりますので、はい、まあ、興味ある方はぜひ来ていただければなと思います、はいはい。ということでですね、はい、今日のゲスト、はい、今日のゲストは2名いらっしゃるので、はい、で多分話始まるともうすごくたくさんいろんな話をされると思うので今日早めに、はい、いつもより早めにね、はい、お呼びしたいと思います、はい。今日は、映画評論家で脚本家の白石雅彦さんと、はい、女優の水嶋優子さん、はい、面白い組み合わせですけれども、はいはい、楽しみです。ではちょっとお二人入っていただきたいと思います、はいはい、はい、どうぞこんにちは。はい、こんにちはというかなんと今年2度目ですね私、はい、なんかおなじみになってきましたけども今日はね横に美しい女優さんがいてちょっと緊張しておりますがはい、ではそれではね、お二人のプロフィールをたっとちょっと紹介していただきたいと思います、はいはい。本日のゲスト白石雅彦さんは1961年生まれ、秋田県出身。1980年代から特撮映画のスタッフとしてゴジラシリーズなどの作品に関わり、90年代からはゲームの脚本を執筆。その後ソニック X、ディノブレーカー、キングダムなど脚本家として活動を始めました。評論家としては特撮作品に関する豊富な知識と人脈を生かし、2006年発売のつぶらやはじめウルトラ Q とテレビ映画の時代から続く一連のウルトラ研究本を出版。最新の著書ウルトラマン太郎の青春も好評発売中です。そしてはいそして本日もう一人のゲスト水嶋優子さんは1962年生まれ、東京都出身。青山学院女子短期大学卒業後タレント活動をスタート。1984年テレビ朝日の深夜バラエティグッドモーニングにレギュラー出演、番組内のコーナーテンパイポンチン体操で注目されました。あ、知ってます。あ、嬉しいそりゃ世界で一番早いモーニングショーだから ありがとうございます。そうそうそう、深夜番組なんだけどね極東、極東だから一番東だから、うん、はい、はい、はい。1986年映画部長の愛人ピンクのストッキングに主演。その後はテレビドラマ毎度お騒がせしますなど多くの作品に出演しました。また1990年に小説ハイヒールで否認してを出版し作家デビュー。以後不感症の女、オディールの夏などの著作を発表しています。よろしくお願いします。拍手してくださって、拍手するということですか。いや違う、したことはないな違う、面白い、ブーストやり取りしてるこれ斬新だね。斬新ですね。初めてだな。そうですか。なんかフィリップ出たりとか。はいはいはい。いや、そうです。フロアがいや、フィリップだ。フリップ出すけど。そう目の前床だよ、ただのこれ。そっか。怪しいパンダがいる。怪しいパンダ。この曲のマスコットキャラクター。あ、でもなんか下が爬虫類じゃないですか。ああ、下半身が爬虫類じゃないですか。虫っぽいですか。本当だ。それがね、普通のね。でカメラがないから形容しようがないんだけどね。この子の下半身が、ね、ゴジラとかみたいに形態が違うものがそこにいるんですよ。確かに。パンダ第三形態ぐらいになるのかもしれないですね。すごい映ってないところのものを描写してるのね。なかなかね、きついものがあるな。もしかして天然ですか。特撮の方だから素晴らしい表現力で白石さんが説明してくださるのかなと。いや
俺自分のことを言いたいよそれ。そうですよね。今日あのまあじゃあ白石さんのあのちょっといろいろ紹介も兼ねて、はい、そもそもがあのねあのゴジラ映画の、うん、今日はいろいろその当時の写真とかも、うん、何枚かねいただいてるので、ちょっとまずそちらの方を見ていただきましょうか。あのゴジラとか出ませんよ、あのいろいろね版権の問題でうるさいから。僕が写ってる写真しか出ません。これはね確かゴジラってキングギドラかな、1992年で、F-15 ファントムを大プールというところで、オープンで飛ばすところの準備風景ですね。ピアノ線を今結ぼうとします、うん、これねプラスチックモデルなの実を言うと。それで親方と2人で1機ずつ飛ばしたのかな。だからキングギドラ迎撃に向かうんでしょう、という写真です。これ飛ばすのはこう引っ張るんですか、何かで。上に親線という太いピアノ線があって、はい、まあいろんな仕掛けがあってですね、はい、そっからこう吊るすんです。その親線からぶら下げたケーブルというのがあって、それを巻き取りという機械でこう巻いて飛ばすわけです。巻き取りってなんかリールみたいな、リールみたいな、こう手回しのねリングがついたので、それでグーッとやると進んでいく。面白い、うん、なかなか技術のいる技ですよ。うん、はい、次は何ですか。次の写真が、あ、これがだから助かったんです。助かった。高所作業をするときはこういうあの業者でクレーンを持ってきて、だから親線を、切られたんじゃないんですか。そうそうそう、これからあの仕掛けをしに行く途中で、うん、今だから今こういうね、何をヘルメットもかぶらない大丈夫で、今はなんか絶対まずいですね、うん、今はハーネスつけたりしなきゃな、いけなくなってるらしいです。今こんな撮影のやり方って訴えられますね、うん、これも91年だからね、うん、落ちませんよ。でもだ、うん、これはだからそういうの仕掛けをしに行っている写真ですね。これもキングギドラだと思います。後ろがホリゾントって言って空を描いている。この下は大プールっていう昔あった撮影用の大きなプールがあって、その上にいます。あ、これはこんなもんです。で次の写真が、これはゴジラ対モスラ92年かな、親子クレーンといって、クレーンの上にもう一つクレーンを乗っけてるんですね。下にあのクレーンがあるでしょ、はい、これ昭和30年代に作った古いクレーンだと思う。その上にこのもう一つのクレーンを乗せて、この先に、飛行機を釣ったりモスラとかを釣ったりして、飛ばすわけです、うん、という、うん、あの汗が出るんでねじれ鉢巻きで、あの照明が近いからね、暑いんだ。そう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 、もうねスタジオ暑いね、うんうん、それで汗が目に入るといけないね、ねじり始めてこう汗を抑えてるっていう写真ですね。30歳かなこの時。次は何だろう、これが大プールっていう写真ですね。ここであの、太平洋の嵐っていう映画から最後は何だろう、何だっけ、モスラだかな、なんだまでずっと、撮った東方名物の、特撮専用大プールですね。海の設定、海でも湖でも何でも、それは水のあるもんは、大体の海ですけどね。でこの写真の、なんだ、右側に、波起こし機っていうのが4台あって、それで波、それと扇風機と、あとは水中ポンプで波を作るんです。うん、その組み合わせでね、それであの沖合の波を作ったりとか湾の波を作ったりとか、それぞれ配置で大きな波を作ったり細かい波を作ったりするわけです。白石さんはどこですか。あの M って入ってるやつ、 M あの S じゃなくて、俺正彦だからね。そうそう、分かるようにみんな同じだから、俺のって分かるように M って言うスペース、うん、ペンギンつって、あの長い、うん、ゴム長ですね。でもね、この脇から水入るんだ、これ。あこれ水深って腰ぐらいまであるんですか。いや、ここは浅いんですけど、はい、奥行くと深かったりとか、場所によって違うんですよ。で真ん中のあたりは、はい、将軍ってテレビ番組やったでしょ、はいはい、あの時に掘ったんですね。掘って深くして、普段は鉄板で蓋をしてる。でも錆びてるから、はまりそうになったりする。まあ今は懐かしい写真ですね。次は何だろう、あ、これはね、ゴジラ対キングギドラの時のウチトラの写真ですね。
はい、だからあのゴジラとキングギドラ元気に自衛隊員の役ですね。楽しそう、うん、あの、うん、後方にフロントプロジェクションというスクリーンプロセスの機械があって、人物の手前から背景を映写する特殊な装置があったんですけども、その時の撮影です、うん、まあこんなもんですね。貴重な、ね、本当貴重、ね、うん、一気に30年年を取りました、これで。前髪も元気あるもんね、あの頃ね。でも面影ありますよね。なかったら困るわよ。面影って本人、本人ね、本人ですよね。やっぱ天然でしょう。でも当時のね、まあでもゴジラも結局そのまあファイナルを、まあ、そのまであって、うん、でそれから新ゴジラが来て、うん、で今マイナスワンがあります、うんうんうん、でマイナスワンはもう世間でもいろいろ評判がねもう出て、あの普段ゴジラ見ない人も見たみたいなこう、うん、コメントがねいろいろあるんですけども、もうご覧になって3回見ましたよ。3回か、うん、だから普通の劇場と IMAX とあとはスクリーン X っつってなんか横にビローンって広がる、うん、一応どう見えるかな、 IMAX が一番アメリカありましたね、うん、であとアメリカの評判がすごいのね、へー、うん、ほぼ絶賛じゃないかしら、うんうん、Facebook 上でアメリカの友達いっぱいいるけれども、もうわーっと上げてみると、へーっと思って、で何を聞きたいんでしょうか。そこはずっとゴジラに関わってこられたね、白井さんならではの、うん、感想を、ね、聞いてみたい。ご覧になりました？いや、ちょっといけない、まだ。私見ました。あ、見ました、はい、はい、あの娯楽映画としては非常によくできてると思いますよ。あのやっぱり一番いいのは戦後を舞台にしたっていうことかな。あのだから警察予備隊も海上保安庁まだ出来上がる前の、だから日本に軍隊がない時代、うん、あの憲法9条にちゃんと守ってて、こういうこと言っちゃいねえな、ね、時代を背景にして、そこにゴジラが出てくるから、じゃゴジラで対峙するんだって。アメリカはちょうどソ連と冷戦が始まってたから、アメリカはこんな極東の地で軍事行動するとそれに突き込まれるから手出せねえよって、うん、で日本政府はなぜ軍隊にいねえからどうしようもねえよって、じゃあ軍隊の生き残りの人たちが戦うしかないという設定がまず、うん、まあよく考えたな、さすが山崎監督はこういう考えるなと思いましたね、うんうん、まあでも僕は全面的に大賛成というわけじゃないです、はっきり言って、まあ、あのやっぱいろいろあるんだけど、まず主人公が特攻隊の生き残りで、まあ帰ってくるんですけども、焼け野原になったバラックに隣の安藤さんっていう女優さんいるじゃないですか、はい、うん、その人がいるんだけど、はい、あんた特攻で死ななかったのかって、あんたたちがちゃんと戦わなかったからあの日本が負けたんだって、けどなじるん、うん、ところがなんかその主人公がなんか身寄りのないお姉さんと赤ちゃんを拾ってきたらなんか急に優しくなったりとか、うん、そういう心理、あの人間の心理の重要なところってもう少し尺歳できっちり描かなきゃいけないのに、うん、いきなりこう親切のおばさんになっちゃうから、うん、ははっと思っちゃうし、あとやっぱり一番ちょっと一番じゃないな、あの焼け跡とか闇市とか出てくるんだけども、それは焼け跡のセットと闇市のセットなんだな、うん、まあそうだね、焼け跡の雰囲気も闇市の雰囲気も全くしないセットで人が芝居してるという、つまりだから一番肝心の、うん、あの映画の売りはゼロからマイナスワンになるというゴジラが出てきてね、そのゼロの描写が出てないんだね、うん、うん、なんか繰り返すけど闇市のセット、うん、焼け跡のセットだけで、だから昔の映画ってやっぱ臨場感あったじゃないですか、まあ闇市だとしたら例えばあの深作欣二監督で仁義の墓場の冒頭とかね、すごいエネルギッシュでザッタなんかみんな綺麗なのよ、三丁目の夕日もそうなんだけど、あの30年代の裏路地なんだけど、すごい綺麗なんだよね。でもまあ、うん、こうその当時をリアルで記憶してる人から見たらこんな綺麗じゃないよっていう、いやいや全然、うんうん、特に戦後のがもっと、いやそうリアルタイムで生きてないですよ当然、うん、まあそうだけど、うん、そうそう、いろんな映画とかの記憶でね、うんうん、あの記録映画の記憶、あんな綺麗事じゃないよって、うん、あともう一つこれネタバレしていいの、まあ
大丈夫でしょう。大丈夫、うん、大丈夫、まあ、今生放送で見てる人はそこだけちょっとこう耳を塞いでくれる。まあいいや。あ、まあ、主人公が特攻隊の生き残りだから、まあ、ラストは、まあ、まあそんな感じになるんだけども、うん、主人公が自分の戦争を終わらせるために特攻をしようと思う、うん、でそれってもう自分の命を捨てて特攻に行かなかった主人公というか特攻を逃げた主人公なんだよね。だから自分の戦争を終結させるためにはなぜか特攻しなきゃいけないという精神状態になるっていうのはいかがなもんかと、うん、それはやっぱりちょっと特攻をともすれば美化してるんじゃないかという感じがして、そこはちょっと乗れなかったですね。まあ生き残るんだけどね、主人公は言ってるけど、でもその生き残り方法もそれはたまたまなんで、実を言うと、うん、主人公が最初から生き残るつもりでゴジラと戦ったわけじゃない、うん、そこが僕一番の問題点だと思う。ただアメリカとかその戦後の風景とかそういうのって全く関係ないから、うん、非常に優れた娯楽作品として、うん、ストレートに受け入れてるんだと思います。うん、うん、これ以上言うとやばしそうになるからこんな風にしたことない。まあでも当時の、うん、まあ、だからその戦後の記憶がある人ってまだね、健在な人は結構いますからね、うんうんうん、まあその人たちがゴジラを見に行くかどうかは別として見に行くか。おすすめですか、ね、その世代の人にも。ああ、あれは全世代楽しめるよ、はっきり言って。だから俺みたいにほらひねくれのやつが言うとこうなるけれども普通の人見るには十分楽しいんで、まあそうね、普通の人はそういう細かいところを見に行くわけじゃない。そう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 、本当にすまんね、重箱の隅つついてるようで、まあ、だから楽しいんだけれども不満が残ったということ、僕は、うんうんうん、だから今の人が見て本当に戦後あんな風だって思ってもらってもちょっと困るっていう感じの、うんうん、そうだよね。それとやっぱともすれば特攻に対してね、まあ特に今の時代だとちょっとという、うん、そういうことでしたね、うん、俺はシン・ゴジラの方が好きだな。 あれはだから今の日本を描いてたからね、当時のね、政府とかね、うん、だから今ああいうモンスターが現れたらどうなるかっていうことを、うん、シミュレーションドラマ ね向こうはね、だからもう安野さんらしい発想で、であれからやっぱ日本のゴジラ作れなくなったって、そうだよね、どうつなげるのかって、そしたら山崎監督がその戦後っていうあの時代っていうのを見つけた、うん、これは大発明というか大発見というか、ね、確かに、うん、これはつまりオリジナルのゴジラより出現が早いんだよ。そう、そう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 、オリジナルのゴジラは戦後まあ9年後で、いやだからもう GHQ いないもん、だからうん、いわゆる日本が一応独立国になってからの話だから、うん、今回は占領下の話だからね、うん、あ、そう、占領下の話なんだけど GHQ とか米兵出てこないんだよな、そう、ね、本来ならそこがこう盾にならなくちゃいけない、そう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 出てこないのよこれが、あ、それもそう、なんか、うん、ちょっとリアルじゃないなっていう感じがした、うん、だから もっとほらアメリカ米兵とかたくさんね、うん、町田がいるんじゃないか、うんうん、そう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 、あとは復興からのマイナスっていうことでは銀座がいきなり復興しちゃってるんだよね、あれ復興の過程とかパーンと入れないといけなかったんじゃないかな、うん、まあ、例えば昔実相寺明夫監督っていうのが撮った、帝都物語っていうのがあるんだけども、はいはい、あれ関東大震災でバーッと崩れた後、うん、なんだコウモリとかクラシックが流れて朝霞に組んだ銀座のオープンセットがバーンってずるじゃない、復刻廃墟から復興へ、それはいきなりね違うものというか対極的なものを見せることではその見事鮮やかに表現したんだけれども、今回のマイナス1に関してはその辺はもうちょっともう一段階あってもよかったかなという気がしました。うん、じゃないとゴジラ壊してマイナス1になる感じがしないよね。まあ怪我したばっかり言うけど好きなシーンも言っていい？はい、主人公がね戦後機雷除去の仕事やるんだよね、はい、あれは面白い発想だったね、うん、うん、あと沖縄では戦後なんかやっぱ沈んでる船から爆弾拾ってきたりして生活してた人がいたりしてね、あ、でも事故で死んだりしてるのよ。あと昔ジャンポール・ベルモンドの映画でラスクムーンって映画あったじゃない、うん、あれは刑務所の人たちが
砂浜にノルマンディーかどうか知らないけど、うん、あのやっぱ地雷をとかああいうのをこう撤去する作業で労働出されるんで、うん、ああいうだから戦後ああいう危険なお仕事があったんだなって、それをうまくゴジラと結びつけてやってるなってね。うん、あそこは最高にスリリングだったね。うん、うん、ぜひアイマックスで。まあアイマックスがいい。アイマックスいいです。うん、あれはねそんぐらいのでっかいので見た方がいい。うん、あと嬉しかったのは今回の、CG、ゴジラ CG なんだけども、やっぱ僕がやってた頃のやっぱ平成ゴジラっぽい顔してるんだよね。あ、うん。あ、リスペクトしてくれたんだな、ありがとうございます監督、悪口言ってごめんなさい。うん、じゃあ、まあ、ここでちょっとまた空気を変えて、うん、そうそうそう、だね、爽やか水島優子さんのお話を伺いたいと思います。うん、まあ、どちらから言いますか、お芝居の方か映画の方か。ゴジラは分かんないんで、それ以外で。あの水島さんの話をするのこれから。そう、ね、あなたの。ここから第2部。はい、第2部、ね、はい。でどちら先に芝居か、あの、はい、あ、どちらでも一人芝居と、あ、じゃあいつもの一人芝居の方先に。一人芝居、はい、はい、すせり台本劇場29というのに出ます。28日に一人芝居を昼と夜2回やります。これお、あの元ペコちゃんだったお笑いの太田すりさんが自分で脚本を書いたり演じたりしているのを、ルフィの田中真由美さんとかオロチマルのクジラさん、三谷裕二さん、天敗ポンチン体操歌ってた三谷裕二さんとか一緒にこうやっていますので、見に来てください。そうだね、出ましたね、あの出演が12月の28日です、28日の昼と夜で、うん、今絶賛稽古中です。下北沢でちょっと今までと違う感じでやって、来たら金目さんにも会えます。あの昼の部に行く予定になってますので、はい、会いたい人はぜひ来てください。やっぱりあの優子さんのお芝居見にね、あの、うん、もう何度も見てますけど、そう、一人芝居だから絶対見えますよ。ほら大勢だとどこにいるか分かんなくなるけど、うん、さっきの絵のみたいに、いやいや他の人が見えたらそれ別のもんでしょう。そうですよね、だから必ず見えるん で、 でそのあの小劇場という小演劇の本田劇場さん系のところで、場所もとてもいいのでいらしてください。ね、で、うん、あのなんていうか本番のこう最後のところでね、セリさんがあの出演者によると、ダメ出しというかいろいろする、ね、するコーナーがあって、あの毎回そこが楽しいね。もう即興のコントみたいになっちゃったりとか、あといきなり歌だったりとか踊りだったりとか、なんか知らないシャンソンみたいので踊らなきゃいけなくて、なんか全然わかんなかったり、すげえ無茶ぶり、やつを引きずってあるみな感じで踊ってたら疲れてたねって言われちゃったりとか、なんかいろいろとありますね。でも面白いですよね、生でね、結構自由にやられてる感じが伝わってきて。そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとスケジュール合わせて見に行かなきゃ。ぜひ、深井さんもいらっしゃいますから。深井さんって出されても知らないでしょうが。日活の編集マンです。私の友達でもありますが。はい、深井さん見てますか。さっきあの楽屋で共通の友達がいたんで話して。天然でしょう。天然でしょう。本当いろんな人とのつながりが、声優さんの方とか出てたり、うん、出会いの場とかにもなったりするので、楽しめると思います。発展場じゃなくてね。発展場。発展場ってエロいやつですよね。エロくはないです。発展場はちょっと今死語ですかね、ほぼ。そうなんですね。あの通じない人が多分多いんじゃないですかね。でも発展だからポジティブですよね。もうある意味好転じゃなくて、だもうセクシャルにポジティブ。前向きな。うん、だから SP だね。セクシャルにポジティブだから。そうです。いきなり大悟さんみたいな。わかんないです。そうだったんですね。そうね。はい、してあと映画に今あのもうすぐ公開の映画に出られてるということで、12月15日から公開の期間のとも、はい、期間。はい、未期間のともにっていうこの伊布施マスジさん、ありがとうございます。伊布施マスジさんの奥さんの役やってるんですけど、これは太宰治の70周年、没後75周年記念の話で、うん、太宰さんっていうと女性問題がよく言われますけど、うん、そうじゃなくて後輩、大事な後輩が戦争に行ってしまったっていう、そういう話、そういうことを悲しむような、そういう太宰さんの別の面が出てて、それでこそ さっきとあれじゃなくて特攻に行く人たちが最後にこう新宿のムーランルージュでお芝居を見て、こう素敵だなっていう思いを持って
とこに行くっていうので、うん、ムーランルージュのシーンもよくいっぱい出てきて、うん、ムーランルージュの青春というドキュメンタリーを撮った田中重工監督が、うん、そこのところはメガホンを握っているので、ぜひ楽しみにしてください。なんか台本の段階からもうなんかすごい感動してて、うんうん、この最後の方でこの2人がこう話し合うシーンがあるんですけど、ここもすごい感動的で、で打ち上げで2人がこう横に私の前で横に並んでたんですね。だからあのシーン思い出して感動的だったねって言ったら、この窪塚さんが順番は逆ですけどって言われてて、私の前にはこっちとこっちが2人とも逆に座ってたんですね、うんうん、で井伏正治さんの役は萩原さくみさんがやられてたりとか、ね、なんかいろんな人が出てて、萩原さくみさんでは萩原さく太郎さんのお孫さん、そうですね、そう、うん、月に吠えるの、ね、そもそも寺山修司さんのところね、ね、なんかすごい人なんですよね、天井掃除機に行ったんですか、立ち上げメンバーですよ、萩原さんで日活のメス市場、昔のやつ、田中監督のやつも、うん、あの美少年の頃出てるんですけど、式場メス市場、そうそう、あれも美少年でほとんど主役で出てるんですけど、うん、ご覧になってないんですって。だからこの試写会もきっと来ないだろうと思ったら、うん、来なかったです。なるほど、ね、あれは絶対見た方がいいのにね、あのメス市場は、はい、いいね、ブルーレイ持ってます。萩原さくみさんはあの間接的な恩人なので。間接的な恩人、何があったんですか。いや70年代半ばに、萩原さんがあの、若者向けのタウン誌としてビックリハウスっていう雑誌を創刊して、ビックリハウス初代編集長なんですよ。高橋翔子さんじゃないですか。高橋翔子さんは2代目なんです。そう、宝島だっけ、ビックリハウス、宝島社、あた、いや違います、あのパルコ出版、ああ、そうか、そうか、で、あの要するに渋谷パルコの方で若者向けの文化で若者にこう宣伝をやる、うん、PR するような雑誌を作るっていうコンセプトで、うん、1975年創刊したんですけど、うん、そうで、それがもうほぼほぼあの、まあ、初期からもそうなんですけど、あの要するに投稿雑誌、うん、要するに若者が、そういろんなコーナー、大喜利みたいなコーナーがたくさんあるんですけど、うん、そこに投稿してその作品がこう、載ってくっていうのが紙面の多分8割ぐらい占めてるような雑誌で、うん、まあ、今でいうあのはがき職人の、うん、まあ、その昔の時代みたいな感じ、うん、であの、高校の頃から割と常連で。あ、そうだったんだ。そう、あの読んでたから見てたかもしれない。結構、うん、ほぼ、一時期はほぼ毎月あの作品が載ってて、うん、お名前が片目裕二さんで、そう、そこで僕はその、この名前を作ったのをつけて出して、で、その名前で結局あのライターとしてデビュー、うん、したので、まあ、あのある意味ちょっと、あの恩のある雑誌なので、しかしあのスルーしたけど、今で言うハガキ職人って言ったけど、今その言葉ないと思う。ハガキがないですからね。今みんなメールで出してるね。みんな昭和だからスルッと流しちゃったけど、ね。そう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 。今で言うじゃないの、ね。それカップルはアベックという恥ずかしい、ね。確かにな、ハガキ職人っていう言葉も多分平成の半ばぐらいまでじゃないね、多分。そうですね。ハガキ職人が出てくる最近の映画の宣伝見た、なんか、それこそちょっと昭和の舞台の映画、放課の。だから萩原さんも舞台挨拶いらっしゃるかもしれないですよ、うんうん、トークショーがあって、私は21日の予定なんですけれども、うんうん、まだ確定してないので、この映画の方ですね、うんうん、ご確認ください。萩原さんがいらっしゃるとこ、ね、これどこでやってるかちょっと言ってあげないと。吉祥寺のアップリンクをはじめ全国にいろいろ行きます、うん、横浜のジャック&ベッティ、12月15日からアップリンク吉祥寺、はいはい、で来年の1月13日の土曜日から、横浜のねシネマジャック&ベティで、はい、ありがとうございます。でもそういう作品を上映する映画館はね、あのもう今ちょっと少なくなってきてるので、でもコロナの後にちょっといろいろ新しい外国の映画が入ってこなくなって、新しい日本映画の面白いのとか出てきたりしてると思うんですけど、その後とか、それとはまた別に文芸作品がこういうふうに、今本当世界で戦争が行われてる時に、こう文芸作品で戦争に関わるものが表現されてるというのはとてもいいことだなと思いました、うん、そうね、あの三鷹で太宰が愛したあの鉄橋ってなるあね、今月壊しちゃうんでしょあれねえ、うん、びっくりしました。あの非常に趣のあるね、ねえ、うん、あそこであの、インバネスを着てこう安入に立っている太宰の有名な写真があるけれども、ねえ、ああいうやっぱりなんていうか、もうその写真見るだけでもうデカタンスが漂ってるという、そうですよね、後ろの鉄橋がなんかイカ効果というかね、なんかね、まあ、その太宰の物語。バーの
の写真もいいですけどね、太宰さん銀座のなんだっけ有名なバー、ああどこだっけ、うん、どこだっけ、うん、忘れたけど、うん、それ分断バー、分断バー、分断バーも今もう死後ですからね、ねえ、うん、物書きは昔はの頃はあの物書きになるとやっぱりあの夢はあの銀座の分断バーで飲むとかっていう、分断バーね、うん、行かないな。私も連れてってもらいましたよ。作家デビューした時、うん、渡辺淳一さんがいらっしゃるとちょっとびっくりしたりとか。なんかいろいろあの昭和のものすごい人たちといろいろあ会われてますね。先ほどはなんか、ね、まあ、ゆりとろさんの話、ゆりとろさんと対談したりとか。うらやましい。伊武瀬松次さんも私は会っています。誰？この中の知ってる人たちはみんな会ってないって言ってたんですけど、うん、昔金八先生、武田鉄矢さんがやってて、うん、はいはい、その金八ラジオっていうのが TBS であったんですよ。それでアシスタントやってて、伊武瀬松次さんがいろんな方がいらして、水島新司さんとかもいらして、伊武瀬松次さんが一番教科書っぽかった人です。教科書に載ってる写真そっくりだったと。それはちょっと似てなかったけど、似てなかった、人間の人ってあの若い時の写真を使うから教科書は、でも素敵な方で、うんうん、教科書の人だって、かつ名前を見てね、感動を、まあそうね、あの、うん、であのね、あのその太宰さんと井伏さんも仲良くて、その三鷹とか荻窪とか、うん、であの辺でずっといらして、うん、でそこで三つの三鷹でこういう展覧会もやってた、うん、最近林由美子さんとかと一緒に、うん、なんかそういう文芸もつながって、うん、面白いなと思いました。すごい、でも伊武瀬正治さんと会ってるってそれすごい。その当時80いくつぐらいですか。そうですね、なんか、うん、考えてみたら結構亡くなる寸前だったみたい、がたいのいい方でね、そうですね、お着物着ていらして、あ、うん、一応いつも物書きの端くれなんで、はい、いつも落語家と間違いになるんですよ。そうですよね、落語家って言われたら信じちゃいますよね。いやマジあったやったらいいんじゃないですか。滑舌がいいし、すごい聞き取りやすい。できませんよ。コントはやってるけど、コントはやってるんですよ。コント。コント。まあいいや。うん、あのお笑いのコントも、時々ライブでやられてる。うん、ゴジラと。やんないよ。ゴジラとコントと。そんな案件がうるさいもんやばいよ。コントでいきなりあの着ぐるみがこう出てきたら、ね、全部そっち取られちゃう。ショッカーの戦闘員みたいなことやったことある。アマゾンで戦闘員買って。いいとかやって、それやったことある。まあ許せますって関係ないけどね。関係ないけどね。あとプチ情報、太宰治と吉幾三は同郷でした。あ、青森って。あ、金木村出身。そうそうそう。県が同郷だと思ったら。金木村。近く、うん、そうなんです。そうそうそう。吉幾三さんとも共演したことあります。ああ、じゃあ素晴らしい。金木村に座ってます。青森は行ったことないですけどね。そうなんだ。うん、意外にね、なんかこうなんか真逆っつっちゃ失礼だな。金木村の歌、あの偉大な2人ですね。じゃあ社用館はそこの裏にあるんですね。まあ吉さんの実家の裏にあるかどうか知らんけど、どっかにありますよね。そう、うん、他に何か告知とかありますか。あ、でも白井さんのあの著作は今ね絶賛発売中なので、うん、あのさっき画像出なかったので一回ここで出しましょう。ウルトラマン太郎あ、出たわけ、ね、そうですね、これが7作目になるのかな。ウルトラ Q から始まって、うん、で今年はウルトラマン太郎50周年なんで、この本を書きて、主役の東光太郎を演じたのは篠田三郎さんで、今回インタビューさせていただいています。篠田三郎イコール東光太郎でした。あ、ここで僕の告知していいの。それで、あ、全然大丈夫ですよ。で、今年とかもう来年は今度はウルトラマンレオの50周年なんで、はいはい、決まったんですね。そうですね、ウルトラマンレオのドキュメンタリーを、ドキュメンタリー、はい、これはあの特撮番組に関するドキュメンタリーなんです一応、うん、次はレオをやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。まあ、タイトルもみんな多分もう気になってますからね、レオ何になるんだろう、これ割とみんなすぐ分かっちゃうと言わないけど、あの写真篠田さんに見せたんですか。でも、もちろんそれはあのデザイン上がった段階で篠田さんの許可を取らないといけないんで、なんておっしゃってました、いい思い出とか。いや、写真に関してはこれでいいよとしかなんかすごい一生懸命さがいいじゃないですか。なんかあと想定がこのカバーできて、僕が篠田さんとやり取りするわけじゃないですから、
それは出版社の担当さんですから。あ、そうなんだ。当たり前でしょ。あなたも小説家でしょ。だけど特撮小説家じゃないのでちょっとまた違うのかなって。本の段取りは一緒でしょ。そうなんだ。そう、あ、ただこういうデザインにしてくれっていうのは僕の指定です。素敵な想定です。そうそうそう、だからうちのフォトショップでこういうこの2つの写真を合成してこんな感じで作ってちょうだいっていうふうにお願いしたやつです。切り通しさんのところでも買えるんですね。買えます。ネオショップでも買えます。ネオショップ、あと電子図書も出ておりますんで。電子図書、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 今すごい違うものに聞こえた。何に聞こえた。あなた、あなた、テンパイポンチンのお姉さん、何を言ってるんですか。これ、ま、マイク拾ってないかな。いや、聞こえたよ。流してください、流してください。ここで聞こえたってことはもしかしてマイク拾ってるかもしれないね。うん、これ生放送だから、これ人に入らないで。やばいね。どうだろう、これアーカイブ配信の時に P が入ったら笑いますけど。そうね、見てください、すいません。聞こえちゃった。もう今聞いたけど一言も合ってないよ。電子とその彼女が、天敗本陣のお姉さんが言ったのは。あの脳内エロス変換されてるんじゃないですか。ここで何かあったんですね。いやだから今日初初対面だし、こっちは特撮の壁でこっちからエロスの壁があって、いやいや俺の言葉はこのエロスの壁を通るのエロスの、ちょっと文芸の壁でいきますか。文芸がないですからね。まあでも文芸とちょっとそういう艶っぽいことはね、そう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 、相性がいいという、ね、そうそうそう、そうですね。特撮は相性が悪いもん、特撮やってる人間モテねえもん。でもいやまあでも特撮のヒロインは結構そういう後々ね、ちょっとセクシーな方いらっしゃいますね。この間も桜井宏子さんとお会いしてますますお元気で、年いっちゃうと怒られそうだからやめます。初代でしたっけ、ウルトラマンのヒロインさん、はい、そうそうそう、まあ菱見さんも綺麗だけどね、まあね、やっぱり当時のね、作品に出られた方は今もうほらウルトラ関係特撮イベントがめちゃくちゃあるから、皆さん呼ばれますもんね。そう考えると太郎の篠田さんってなんか長らくそういう関係のイベントとかにはね、いらっしゃらなかったりした時期がありますもんね。そうですね、でも今インタビューに応じてくれますし、ああそうですね、非常に気さくというか本当に爽やかな人でしたよ。でこの、今年何でしたっけ、民芸でいいのか紀ノ国屋シアターで、あそこでなんだ、ニール・サイモンの、あの舞台やられてたんですけども、非常に面白かったですよ、招待していただいて篠田さん、なんか全然違った話になりましたね。お姉さんの話いきましょう。も私も篠田さんと共演したことありますけど、羨ましいですね、すごい感じのいくつきの素敵な方ですよね、個性が高くて、そうそうそう、でも太郎って知らなかったんで今日は勉強になりました。太郎だったっていうのは太郎でした、ということで今年ね最後の番組、今年最後の放送になるので、来年の抱負などをちょっとねぜひさせていただければ。来年はだからまず、レオは出されるとして、その後また別の企画があるんで、これもちょっと草津に関する内容はちょっと言えないんですけれども、実現したらちょっと面白い内容になるかなと。じゃあその時にはまたこう告知で、はい、よろしくお願いします。じゃあ何にも考えてないんですけど、また芝居とか映画とか、と書き物とかもやっていきたいのでよろしくお願いします。これ映画の出演とかはやっぱりその映画の時にじゃあこれはこの役お願いしますって感じでやっぱりオファーが来るんですか。そうですね、田中重工監督と別の映画の時に知り合って、でもさ紹介してくれた友達が急に亡くなっちゃったりとかして、なんかいろいろと思い出深かったりするんですけど、やっぱり映画の出演とかも出会いとかですよね。特に日本の映画はそういうとこありますもんね。そうですね、僕は裏方なんであまり役者さんとはあまりお付き合いがないのだけども、今日はなかなか天然なお姉さんでびっくりしました。でもね、共通の知り合いもいっぱいいるし、いっぱいいましたね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ねえ、なんかどっかで共演されるかもしれない。
可能性はゼロじゃないけどね。わかんないですよ。なんかね、今も共演してるし。共演してますよ。いや、映像作品とかで。もう一層二人で番組持つとかね。面白い。収集がつかなくなる。つかないな。いや、なんとか戻しますよ。その時無理やり。無理やり。そうそうそう。面白そうです、でも。でもちょっとゴジラを見てみたいなと思いました。全然わかんないんで。あ、ぜひご覧になってください。楽しめると思います。一体出てくるんですか、ゴジラ。いっぱい出てくる。一体だけですね、これが。そうなんですね。いっぱい出てくる時代もありましたけど、いっぱい出てくる時代もあったけどね。ゴジラもね、ある程度の時期はいろいろ瞑想してたんです。瞑想っちゃ困るな。いや、まあでも子供心見ても、うん、こんなになっちゃったのかっていう、当時の子供でも割と思ってます。メガロとかな。言っちゃいけないけど。言っちゃって。でも白石さん、そう、大好きな特撮に関われてすごい、あ、いいですよね。お好きな特撮のお仕事に関われて、まあね、うん、あんまりどうやってなったらいいかわかんないかもしれない。特撮のそういうお仕事っていうのは、他の映画のカメラとか照明さんとかよりもまたちょっと違うから、すごいやりたいことができて素晴らしいですよね。うん、ただいわゆる肉体労働の 3K ですよ、うん、本当に。まあでも役者もそうですしね、うん、あとギャラが安い。でもこうやってね、まだこれからも話聞きたい人がいてとか、うん、ね、とか、うん、長い目で見ればギャラは安くないかもしれない。うまいこと言いますね。その日だけだったらいいけど。まとめたな。まとめてない。なんかちょっとすごいなって思っちゃった。奇跡的にまとまりました。奇跡ですか、これ。クリスマスだし。でもね、今月は全員ちゃんとイベントこともあって。まあそうですね。うん、この間でも対談のイベントね、はい、司令官も行かれたんですよね、はい、そうなんです。あ、庵野監督のね、はい、つぶこんといってつぶらやプロのあれで、庵野監督と一緒に怪奇大作戦と帰ってきたウルトラを見ながらトークするという、はい、いっぱいいましたね、お客さんがね。すごかったですね、もう満席で、ね、もう私2日目に、うん、そうです、2日目帰ってきたウルトラマンの方に行ったんですけれども、もう何ですか、特撮好きの、まあ庵野監督、白石さんもそうですけれども、ね、最初からこう、うん、最初から最後までハイテンションですね、お客さんもね、うん、すごい。で、庵野さんがやっぱ帰ってきたウルトラマン好きだから、こっちが振るともう、そうでした、100ぐらい返してくれるから。すごい面白い。面白い、もう仕事じゃなくてる。庵野さんって話したことないから、怖い人なのかなって言ったら、割と話好きな人でしたね。びっくりしちゃった。面白かった、ね。まあまあ、なんか好きだった趣味の話をしに来たって感じだ、ね。いい大人がだから子供自体の話をしてるようなもんですからね。男の子の世界ですよね。女の子の世界とはまた違 う。当時の子供はやっぱりみんな共通体験が、ね、あるから。そうそう。ちょうどね、庵野さんと僕一つ違いなんで、庵野さんが一つ上かな。だから同時代の作品なんですよね、やっぱ帰ってきたウルトラマン。もう若い方も結構いらっしゃいましたよね。うん、若いね、いましたね。うん、男性が多いんですか、やっぱり。男性がやっぱ多いですね。ほぼほぼ、うん、そう、もう庵野さんの自主制作のウルトラマンは当時ね、見ましたから。8ミリのね。そうそうそう、うん、上映会行きましたね。ああ、すごい、すごい、うん、今高画質で見られるそうですよ、なんか配信かなんかでね。あれすごかったな。女の人もいましたよ、確か質問した人もいました。うん、うん、コアなファンが ね年金が入ったっつって、これ失礼だな、これ。当時を知る方が、そう、当時を知る方がね、いろんなね、質問、うん、音の話とか、ね、効果音がここ違う、そう、ここ違ってるんですけど、ファンマニアすげえなと思って。すごかったですよね。で、それでちゃんと庵野監督が答えてるんでね、これはこういうことで、これ。ね、シン・ゴジラの裏話とかも聞けて ね、聞けました。あれはびっくりしたな。うん、ね、ここでは言えないですけど。いや、言ってもいいけど、言ったって説明が長くなるからやめるだけで。あ、それじゃ次回の次回の時に聞きましょうか。そうですね、はい、ね、はい、ということで、もうね、やっぱりなんかお話面白いので、ちょっと前に今日ちょっとどんな化学反応起こるかなと思って。もうだって控え室にいる時からなんかこう放送で言ってほしいような話いろいろ喋られてるんで。いやいやいや、
こんなに楽しいお姉さんだと思います。いや楽しいお兄さんと私はね。でもジャンルが違うのギャップも面白かったんです。そうですね、いや面白いです。若い頃深夜番組で見ていた人が隣にいるから不思議な感じがします。そうね、ほぼレアタイム見てましたね。そうそう、くださってありがとうございます。いえいえいえ、しかも天然でした。ね、あの番組もね、もう映像がちゃんと残ってないのがちょっと悔やまれる。あ、ね、個人的に録画してたやつとか言う、だから検索すると出てきますけどね。ちょっと、まあ、だから画質悪かったね。そう、画質悪いのがちょっと出てくるぐらいだから、本当に面白い番組だったな。ああいうことができた時代でした ね。 そうですね。今やったらもう最初から最後までもう多分セクハラとかでなんか叩かれそうな。はい、ということでね、今年の放送もちょっとこんな感じで締めましたけど、また来年も、1月2日、2日から第1回の放送やります。生放送でやりますので、うん、飲みに来ていい、あいやでもそういう意味では新年会やろうかって話しますので、また打ち合わせましょう。はい、はい、ということで、今年もお世話になりました。ではまた来年も昭和カプセルよろしくお願いします。はい、ではまた来年。良いお年をかな。バイカー。